どうも、圧倒的不審者のひやみです。今回はえっちゃんの包丁を研いでいきたいと思います。そうです、えっちゃんとはボンボン TV さんのえっちゃんになります。まだご存知ではない方がいらっしゃると思うので簡単に説明させていただきますと、えっちゃんは今年の3月より個人チャンネルを開設しております。動画を拝見させていただきました個人的な感想になりますが、トーク力がすごくあって編集技術がすごく高いのでテンポが良くてとても見やすい動画構成になっていると思いました。また内容も大人の方でも楽しめる内容となっておりますので、ぜひ見てみてください。えっちゃんのチャンネルはこの動画の概要欄に URL を貼っておきますのでよろしくお願いいたします。では早速送ってくださいました包丁を開封していきたいと思います。あ、すごいですね、ウームさんってこういったオリジナルの紙袋を作ってるんですね。この辺はさすがマザーズ上場のウームといったところでしょうか。中にはですね、こちらにおそらくお手紙であろうという封筒一つと包丁一本入っております。ちょっとですね、本来であればお手紙が先だと思うのですが、包丁の刃の形状がとても気になるので先にこちらから開けていきたいと思います。ココロング、これは何でしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。結構しっかりしてると思いますね。刃に厚みもあって、100円の包丁ばっかし私見てるんで100円のものよりは随分この金属の部分がしっかりしてるような感じは見受けられます。穴あき包丁ですよね。はい、ではちょっとお手紙を読んでいきたいと思います。圧倒的不審者の極み様、この度は突然のコラボの依頼にもかかわらず快く引き受けていただきまして本当にありがとうございます。この包丁は私がウームに入社し初めて一人暮らしをする時に買った激安包丁ですが、新卒の私はかなりこの包丁に助けられていたので最近まで包丁入れに眠っていました。これを機にまた使ってあげたいと思い送らさせていただきました。古くて脆いですが、かっこ一度も研いだことがなくて、よろしくお願いしますえっちゃんより、ということですね。こちらのえっちゃんの思い入れがある包丁ですね、まあ新品とまでいかないですけど購入した時にできる限り近づけたいと思います。以前私の動画にですねえっちゃんよりコメントがありまして、で内容がこのように書いておりました。 ぜひいつかうちの包丁かっこ1000円くらい笑いかっこ閉じるもキレのいい包丁にしてほしい、料理するたびに切れ味悪くなるのですわ笑い、ということですね。料理するたびに切れ味が悪くなるということなので、切れ味というよりもなるべく切れ味が落ちないような感じで今回は研いでいきたいと思います。いつもでしたら私はこのようにこんな感じですね、この部分も全て研いであります。つまり砥石に対して刃をできるだけ立てないで寝かした状態で研いで刃を薄くすることによって切れ味を増しております。その代わり刃が薄くなる分ですね切れ味が落ちるのが早いです。はい、今回はあまり包丁を寝かして研がないで、まあ立てて研いでいきたいと思います。
これで終わりました。あとはえっちゃんのチャンネルの方でこの包丁を実際使って何か作ってくれるそうなので、よろしければご覧ください。